TV。 イエーイ。今回は石井さんにご自慢の愛車を見せていただきたいと思います。はい、では石井さんお願いします。はい、どうぞ。はじめまして。よろしくお願いします。今回の愛車自慢は東京都の石井さん。一体どんな車を披露してくれるのか。じゃあ今回見せていただく車は何ていう車でしょう。はい、トヨタの MR2 です。トヨタの MR2。 おー、名前だけ聞くと、まあ、よく知ってる、まあ、ね、車だよね。じゃあそれがどんな車に変わってしまったのか、それでは見てまいりましょう。どうぞ。おお、これですかって感じなんですけど。違うよね。なんかまず色にびっくりだし、色綺麗、形もなんかレース出れそうな、出れそう、ね、スポンサーいっぱい入っちゃってます。結構すごいですね、いっぱい入ってる。なんとこの MR2 買った時は20万円だったそうです。まず前がさ、これがすごい気になるの。つるっとしてライト、ライト変だよね、ボコボコしてるよね。見たことないもん、ね、日産のシーマのヘッドライトを分解して入れたんです。へー、なんでだろう、すごい占いできそうな感じ。ねえ、ちょっとね、いっぱい顔映りそうじゃないかと思ったら、ね、このね、前のボンネットの部分すごいつるっとしてて、ちょっと今まで見たことのないような形じゃない。そうだよね。これって開かないってことですか。これが電動で動くんですよ。ちょっと見せてもらいたいんですけど、どんな感じで開くんでしょうか。開けてください。操作により自動で開閉するんです。すごい。そして中から現れたのは石井さんが特にこだわったというアルファ社製のオーディオユニット。これつけてる人少ないですよね。ないですね。日本で初めて見た。いや、そしてホイールはボルクレーシング社製の特注品。これすごい低いですよね、シートの。低いです。車高がもうレーシングカーってね。ね、本当レースみたい。シートフルとレースじゃない。本当だよね。高かった。これ2人乗れそうだよね。いけるいける。私こっちのほら、おいでおいで、ほらどれやったら車高が、車高ほらシートが低いから2人いけちゃう。これすごいな、このハンドルもすごいかっこよくない。これもそうだ。素材がさ、すごい凍ってるよね。ね、このハンドルは何のハンドルなんですか。これは TRD って言って、うん、トヨタ専門でいじってるチューニングメーカーのステアリングですね。なんかここも気になんない、うん、これ気になる。これなんですか。絶対これがこのターボなんじゃない。いや、ここが実はエンジンで、うん、うわーかっこいい。ピカピカピカ。買い取った時はカバーもなく錆びてボロボロだったというこのエンジン。しかしオーバーホールとクローム加工を繰り返し、今ではこんなにピカピカ。さらにこのエンジンには秘密が。あー、電気がついた。すごい。もう見た目重視です。すごい。そしてリアウィングは実際のレースでも使用されるニスモのドライカーボンウィング。どうしてじゃあそのもともとその20万の MR2 を選んだんですか。とりあえず MR2 を買ってみて、うんうん、でいろいろこう考えていくうちに、うん、こういう形の最終形になったっていう。ここで問題。石井さんが愛車 MR2 のカスタムにかけた費用はいくらでしょう。とか形が全然違うもん。今までどのぐらいだったっけ。あとあの入手困難のさ、ニスモのやつも、ね、最初の20万が逆に参考にならなかった。ならなかったね。決めた。え、わかんないね。全然わかんない。全然わかんない。どうしよう。決めた。決めた。うん。ゆみちゃんいくら。はい、キリオく250。私は倍で500万。お、私420。間取ったね。A 型だから20。プラス20。そう、3人の回答はこちら。果たして正解はいるのか。じゃあ石井さん正解を教えてください。正解は1000万です。
気づいたら。正解は1000万円。廃車寸前だった MR2 を見事に仕上げた、まさに渾身の作品です。私たち車に乗りたい。審査もやってくださいよ。イエイイエイ。乗りいいな、いいな、ね、そんな3人には豪華カスタムカーの助手席をかけセクシーポーズで対決してもらいます。オーナーに選ばれた者だけがドライブデートできるのだ。踊って。まずはゆみちゃんから。踊ってください。ちょっと控えめです。あの手も使ってください。はい。いいですね、いいですね。得意の出ちゃいました。なかなかいいアピールになりましたよ。ハーフじゃないけど私を乗せて。はーい。かわいい。いいじゃないですか。頑張りました。何も考えてなかったよ。続いてみどりちゃん。顔か体かって言ったらどっちを。顔。顔なんです。外人顔。本当そうなんだね。ハーフじゃないけど私も乗せてほしい。今日お揃いにしてきたの。笑いすぎです。ちょっと石井さん笑いましたよ。最後は花江ちゃん。顔の方がまだ多少可愛らしいね。外人体型だよ。でもそうだよね。あざーす。お腹超引き締まってる。ゆみちゃんそういうとこ見てる。どうぞ。車ばっかりじゃなくて私にもお金使って。あー決まった。今のは決まった。考えました。動き出したもん、ね、そして引きました。石井さん。果たして石井さんが選ぶのは。それでは石井さん、隣に乗せてくれる女の子を発表してください。お願いします。お願いします。車の色と一緒っていうので、はい、緑さん。イエーイ。よかった。ネイルやっててよかった。それではドライブデートスタート。今日どうでした。今日初めての経験なんで疲れましたね。あ、本当ですか。はい、楽しくなかったですか。いや、楽しかった、楽しかった、楽しかったですよ。結構みんな派手な格好をしてたんですけど、はい、私服はどうですか。いやー、めっちゃ可愛いですね。あ、本当ですか。一応なんかシャツ1枚みたいな。あ、ほらもうみたいな。私あんまり車を持ってる人と付き合ったことがなくて。そうなんですよ。車のデートってあんまないっていうか、なんか新鮮です。じゃん、お弁当です。お、作ったんですよ。マジっすか。マジ普段ないことっすからね。運転しながらだから手が使えないから。いやー恥ずかしい。この後2人は夢の世界へ。いってらっしゃい。あなたも自慢の愛車を披露しませんか。詳しくはホームページで。次回、豪華カスタムカーの助手席をかけ、セクシーポーズ対決。どうぞ。アイモードサイトグーではカーギャルの秘蔵映像満載。こちらもお見逃しなく。そしてなんとレースクイーンアワードグランプリを獲得した鈴木レオナちゃんが近日登場。お楽しみに。